天子の命運、もはや風前の灯火よ。この光月城にて滅ぶがよいとめる。こたびの戦、元春や高影と共に完膚なきまでに天子を叩かねば。やれ！天子との戦がここまで長引くとはな。だがそれも今日で終わりだ。全ては毛利の未来のため。邪魔な天子は必ずここで打ち果たそう。守備を散らしたか。では城来へと攻め入ろう。開門。我ら天子の火星に参った。覚悟せよ。勝久様、すぐに行きますから、もうしばらくご辛抱ください。来たなしかり。貴様の首、今日こそ落としてくれ。援軍をまともに相手取ってはならぬ。前線より味方を引かせ、戦力を温存するのだ。毛利の猛攻が凄まじい。だが何としてでも耐えねば。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。小さん、あんたは俺が必ず討ち死に。敵を抱えておるのだが、今光月城一つにこだわるとは思えぬ。いずれ引く相手に戦力を割く必要はない。今は兵を温存し、隙を見て畳みかけよ。よし、この砦は俺たちがもらった。調子でさっさと攻め進むぞ。はいとでは中央の味方を残らず引かせよ。わしに策が。しかめ、調子づくなよ。角の一つでもへし折ってやれ。鹿之助が奪った砦に二打兵を送り、前線に物資を補給せよ。まだ俺は諦めない。鹿之助、お前はまだ終われないはずだ。南北の砦の守りを厚くせよ。敵を攻め入らせてはならぬ。わしが行くか。任せてくれ。物資の補給はなった。いざ攻め進む。中央に兵を送れ。守備の薄さがいささか気がかりだ。攻めては緩められない。かかったな。今だ、南北より挟み撃て。どうするか。やはり罠であった。ならば敵を残らず切り伏せるのみ。織田の援軍も近くまで迫ってきている。我々も毛利を押し返すぞ。開門。勝ち目のない中出てくるとはな。愚かな天子には罰をくれてやるよ。どうにも旗色が悪いな。おいらもなんか仕掛けねえと。兵力を削られたか。任せてくれ。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。播磨の調整、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば光月城は仕方ない。全軍速やかに撤退せよ。開門。わしが行く。案の定織田は撤退を始めたようだ。光月よ、雨子を捨てるか。信長よ、ならば今こそ攻勢に転じる。温存した戦力にて敵の後輩をつけ。皆やられたか。城内の将は全て討ち取れたか。さてやろうか。残るは総大将勝久だけだ。奴らを足止めせよ。兵数で圧倒するのだ。俺がしんがりを務める。我らの撤退阻ませはしない。くそ、奇襲を仕掛ける間もなく撤退かよ。仕方ねえ、少しでも敵を蹴散らしとっか。驚け、そこだ。やすやすと逃がすと思うなよ。行け、奴らを仕留めるんだ。南方の敵を抑える。進軍を許すでないぞ。討ち死に。音走れ。討ち死に。くそ、我ながら不甲斐ねえや。敵将、私がほふってやったぞ。なんと素晴らしき戦果よ。明智、お主は信長の命に依存ないのか。わしにはそうは見えぬがな。坂頭に知った口を聞くな。俺の刃はただ信長がため振るうのみ。しんがりの役目全うしきれないとは。開門。明智も羽柴も逃げ散ったか。まあいい、次は仕留めるさ。光秀様に秀吉様まで。俺たちは一体どうしたら。仕留める。策の触りは除かねばならぬ。これは見事なお手並み。力及ばずか。耐えきれん。引かせてもらう。策の触りは除かねばならん。未熟者、聞かせていただこう。撤退は無事阻めた。皆は光月城の攻略へ向かえ。光秀らは倒れ、織田の援軍は引いた。そろそろ覚悟を決めねばならぬか。開門。勝久を討ち、雨子を滅ぼす。その時はまあ間もなくであろうよ。任せてくれ。要策をもって天下無双をなす。勝久様、今そちらに向かいます。やはり現れたか。物分かりの悪い鹿に現実を教えてやる。勝利条件変更。これにて雨子の討滅はなった。討ち死に。わしが行くか。久様、そんな。さあ。近い。長きにわたる因縁にけりをつけてやろう。帰るべき主君は死ぬ。卵は滅びた。ならば貴様は何故今の牙を抜く。決まってる。知ってるよ。命に報いるためだ。つくづく愚かでしかよい。ならばその生きごと散るがよい。諦めるもんか。俺は